はご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日 MC を担当させていただきます、ロクタンです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日は小林哲也プロと藤井信人プロによるガチンコ3番勝負をお届けしていきたいと思います。最後まで楽しんでいきましょう。ということで早速登場していただきます、小林哲也プロと藤井信人プロです。よろしくお願いします。ギャラリーの方も手を打っていただいておりますが、改めてご紹介のほど哲也プロよりお願いいたします。はい、はい、皆様おはようございます。小林哲也です。久しぶりのスペシャルということで、いつもだと吉見プロとやるんですけど、今日はなんか男子プロということで強い藤井プロと3番勝負ということなんで、まあ罰ゲームもあるんでね、ちょっと負けないように投げたいと思いますが、一人でも多くの人とねマッチングとかできたらなと思ってます。皆様ぜひ最後まで楽しんでいてください。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、はい、お願いします。はい、プロボーラーの、あ、マイク入ってます。はい、プロボーラーの藤井信人です。はい、ライブ配信が、まあ、2回目なんですけどもちょっと緊張してますまあでも普段仲良くしてもらってる哲也プロと一緒なので、僕自身楽しみながら哲也プロに勝って、哲也プロに罰ゲームを受けてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとマイク調整だね。お願いします。結構あの先手の段階から負けませんみたいな感じでお互いつぶやいてたので、いや僕は負けません言ってないです。 あんま勝てると思ってないんで藤井プロ一方的なんですけど、藤井プロがすごい、そう、闘志むき出しだったんでそんな僕はあの3でも3番勝負じゃないですか今回で、まあ、1個目が多分後で説明しますけど、こうあるんで、まあ、勝てる種目があれば2回勝てばいいんでね、あの別に3ゲームで勝とうとあんま思ってないんで、トータルで2勝1敗で勝てばいいかなと思ってます。なるほど、はい、まあ、では楽しみにしております、はい。ということで、この後、この後ですね、今日の景品のご紹介もしていただきたいと思います。はい、こちら哲也プロよりお願いいたします。はい、わかりました。まずはですね、今回参加された皆様、僕と藤井プロの、どっちか勝った方のスコア点数割る50で、順位の方でリズム、こちらをプレゼントしていきたいと思います。そしてもちろんゴトビションもあります。で2シフト以上参加の方は、のビッグ缶バッジ、そして全シフト参加されますと直筆のサイン入りチェキをプレゼントさせていただきます。そして今回第1シフトは、僕が契約していますスティールスポーツのウェア、こちらをプレゼントしていきたいと思います。ちょっとウェアは、サイズなどによって変わりますので、届いてからのお楽しみということになりますので、皆様楽しみにお待ちいただければと思います。ですのでね、まあ、僕が第1シフト、スティールスポーツ、そして第2シフトは藤井プロが契約しているハイスポーツ、そして第3シフトは僕らが作ったオリジナルシャミをプレゼントしていきたいと思いますので、皆様ぜひね、今日一日長くありますがご参加いただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。第1シフトの勝負の方は、はい、普通に3ゲームトータル のスコアでやっていただくということなの で、まあ、1ゲーム目からバチバチやっていただければと、はいはい、でこれで 1番じゃないですか、1個目ですね、はい、でその第2番目の勝負が9点なんですね、はい、はい、9フレ10フレの勝負、あ、やっぱり9フレ10フレで、はい、で最後がスプリット対決ということで、あとで最後スプリットを用意していただいて、スプリットをどちらが多く取れるかっていうような形でやるので、
僕は2番目と3番目当てればいいかなと思ってやりたいと思いますちょっと技術的な部分というかもう一発勝負で頑張ろうかなと思ってます短期決戦で、はい、なるほどね、まあ、頑張ってください。上からだなでは、3シフト出た方はチェキがもらえるということなので、ぜひこのシフト参加された方は3シフト目までぜひご検討いただけたらなと思います。お願いします。お願いします。それでは競技ルールのご説明させていただきますので、もうしばらくベンチの方でお待ちください。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。競技ルールです。3ゲームトータル投球方式は問いません。出演者を除く参加者全員でランキングを行います。ラウンドはアベレージハンディキャップを採用とし、お持ちでない方は年齢性別のハンディキャップとなります。表彰は優勝準優勝3位から10位、5飛び賞10飛び賞勝利者賞となっており、ラウンドは施設利用クーポンを大会終了後に配布いたします。勝利者賞の方はプロ2名ともに3ゲームトータルスコアで勝利された方が対象です。施設利用クーポン以外の商品は後日参加店舗でのお渡しとなります。大会説明です。イベント配信終了までゲーム終了ボタンは押さないでください。終了予定時刻の15分前にランキングが確定します。ランキング確定までに3ゲームを投球し、次のゲームボタンを押してお待ちください。3ゲーム目の10フレーム完投状態ではランキングに反映されませんのでお気をつけください。皆様へお願いです。通信状況によって映像や音声が乱れる場合がございます。映像や音声が乱れた場合でもランキングには影響ございません。映像が切断されてしまった場合でも規定ゲームを投球するようにお願いいたします。また新型コロナウイルスの感染拡大防止対策といたしまして、30分に1度のアルコール消毒、ディスタンスを保ってのご投球などご協力引き続きよろしくお願いいたします。お待たせしました。はい、はい、お願いします。今日ちなみにこの黒い T シャツは合わせられたんですか？これ、いや、これはもう僕がいつも、まあ、コバ TV のやつやで、ね、でこれもう一個僕がデザイ、あの僕ら僕たちプロでやってるデザイアっていうブランドのやつを無理やり藤井プロに来てもらいました。無理やりだったんです。まあ先輩の言うことなんでね、しょうがないって来てくれました、はい、なんでちょっと大事はこれで、で第2第3は合わせます。はい、そうなんですね、はい、楽しみです。はい結構こう普段のトーナメントとかはこう一緒になることも多いんですか？はい、いや一緒にはならないです。あ、そうなんです、うん、まあでもプライベート、そうプライベートの方がもう付き合いとしては20年ぐらいですか？はい、そう長いんですよ。そうなんですよ、もうジュニア時代ですかね、知り合ったのは高校生ぐらいから。あ、すごいですね、長いんですけどね。もう僕が始めた頃には、はい、もう藤井プロはうますぎてもうこんなもう天のようなすごかった。最初の出会いはいつも言うんですけど、はい、あの大会で1位通過だった小林プロが、はい、最後僕に負けて泣いてるっていうってないですよね10代の頃ですか？そうです、そうそう、あ、泣いちゃってるよあの子と思っていやいやいや今日も泣いちゃうかもしれない。まあ、そうですね。いやでもほら、僕はあの、はい、この前ね、実は藤井プロも最近 YouTube 始めたんですよ。そうなんですよ。そうで、その YouTube でちょっと通ったんですけど、はい、対決っつって、あ、いいですね、負けたら罰ゲームで、はい、すごいですよ。これなんか藤井プロたちの罰ゲームは鼻毛抜くやつあるじゃないですか。ブラジリアンワックスの。そう。あれをやるってなって絶対やりたくなくて試合より気合入って勝ちました。負けちゃったんですよ、めちゃめちゃ本気で。すごいですね。そう、試合より気合入った。もう嫌すぎて毎回この気持ちで試合臨もうかなと思って、ちょっとびっくりした頑張りました、はい、今日は激辛なんでちょっとね、はい、辛いの苦手だけど。あ、ダメなの？僕辛いの苦手。じゃあちょっと罰ゲームもちょっと辛め強さで、まあ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 、まあ、辛めを強めにしてもらって頑張ろうかな。やりましょうよ頑張ります、頑張ります。はい、私も今日そう、今日みんな今日はチームブラックで行きます。チームブラック、チームブラックでお願いします。勝負っぽいかなと思って来てきたんですけど会ってなんか嬉しいですそれでは、早速練習投球いきたいと思います。はい、お願いします。オーバーヘッドモニターが練習投球画面になりましたら練習開始となります。はい、それでは皆様ご準備お願いします。お願いします。お願いします。では
3分ですね、はい、3分ね、3分しかないから、はい、いきましょう。それでは3分間の練習トーク、スタートでーす。2人で3分って短いよね、いつも思うんだけど2人で3分って短い、だいぶ減ります ね早く投げて、早く投げれないからまだうわっ、 マイクが、あ、耳が、そうそう耳、うん、あれこれ、レイ遅いね、思ったよりね遅い。今日のあの新しいやつ、はい、マーベルパープル、おいやちょっと朝苦手だからさ、私一番早いかもしれないです、この10時半は、ね、早いよね。僕もいつも、はい、なんかそんなつもりじゃなくて、今日パッて見たらこんな早かったけど思って。そうですね。じゃあこれ早朝、え、これかなり遅いですね。遅いよ、遅い、ダメだ。あ、残り55秒を切りました。絶望ない、何点頑張ろうよし、あ、もうあと 30秒ぐらいしかない。すごいですね、すごいね、よくその朝から、ま、投げるね若さですよ。え、これはもうある程度勝負見えてますね。いやだから3番勝負でよかった、最初なんか3ゲームのだけの勝負だと思ったから。あ、そうですよね、3番だから、これ1番目だから。でもこれ一応1シフトごとに罰ゲームあり、うん、いやそういうことだよね、ですよね、毎シフトでしょ毎シフト辛いの食いたくないもんねいやこれはもう負ける気しないでしょ。いやいやいや、僕はそうか、高校だね。では皆様、練習投球終了となっております。はい、2投目で終わられている方は1投目10本立った状態にお戻しください。皆さんよろしいでしょうか。勝ち逃げです、はい、渋谷さんおとといありがとうございました。僕ちょうど昨日函館から帰ってきたんですよ。あ、はい、遠いですね、はい、ずっと回ってました。ずっと家帰れず回ってました。さすがラウンドワン、金沢、長野、秋田、盛岡、青森、函館、もう東北もうずっと回って終わってで昨日帰ってきました。すごいハードですねちょっと今日だからちょっとね調子があんま出ないかもしれないそれに持っていきたいだけでしょ先にそう、先にちょっと今日ちょっと今日調子悪いかもしれないんで頑張りたいと思います。あ、皆さんありがとうございます。 YouTube 登録、あ、ありがとうございます。皆さん、ノアちゃんこの前盛岡ありがとうね。みんなわかるんだやっぱりね、みんなわかる。夏美ちゃんありがとう、いつもありがとうね。さあ名古屋さん、皆さん藤井プロ名古屋さんが勝つ自信ありますかと。余裕です、はい、いやだから3番だから僕は9点とスプリットで決めるから。9点もだって結局ストライクの勝負じゃないですか。いや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 、9点だったらわかんないよ、まあ、その4球だから4球。あ、なるほど。でもそのスプリットも、うん、それを勝てる自信あるってことはコントロールいいと思ってるんですよね、僕より。思ってる、思ってる。
思ってる。いやいやいや、コントロールはいいと思ってる。あ、ちなみに、はい、昔ラウンドワンカップで19トーナメントって出たことある？あります。あ、ある。どうだった？3位マックス。あ、俺も3位。今自慢しようと思ったんだけど、はい、俺も3位で自慢しようと思った。まさかの同じって。そう、まさかの。俺もちょっと19点だけは良くてって、あと3位でって言おうとしたら、はい、そう、分かった。はい、皆さんお願いします。お願いします。ではどんな対決になるのか楽しみですが、はい、まず始球式は藤井信人プロに投球していただきたいと思います。じゃあいいんですか。はい、藤井プロから、はい、お願いします。お願いします。スーさん、お願いします。皆さんよろしくお願いします。あ、山ちゃんさんもお願いします。すでに合格。本当だよね。予定外だった、ね、そこぐらいちょっと言おうかと思ったのに上回ってるかなって。ちょっともうね、あの優勝者、優勝のタイトル数は全然 勝てないから、もう投げていいよ。はい。お願いします。じゃあ行きまーす。はーい。いやー、ちょっとレーンが遅いね今日。僕でも府中の配信初めて。南瀬の赤は吉祥寺。まあでもほら、はい、3ゲームはもういいんでしょ。そう、3ゲームは頑張るから。よし、はい、ナイスボール。では皆様投球開始となります。皆さんよろしくお願いします。お願いします。おっしゃ、ちょっとリプレイも流れてますね。リプレイ流れ、おお、完璧ですね。完璧だった。はい、よし、じゃあ行きます。お願いします。あ、セブンテン出ると思った。あれがいしょ。危なかった、危なかった。危ない危ない。っていうかさ、朝10時からよくあんな投げれるね。いやいやいや、もうすごい余裕ですよ。仕上がってる。はい、すごい。なんか仙台は今日から七夕ですって。七夕ってなんか7月なイメージなんですけどね。そうですよね。でも七夕祭り有名ですもんね、仙台って言ったら。ナイスカバー。あ、取れたの。今日スペアボールないんですよ。あの1個しかボール持ってないんですよ今日。そうなんですね。そう、今日ボール1個しかないんで、まあ、技術でちょっと頑張ろうかなと思います。何言ってんだよ。ボール1個しかない。そう、あ、そうそう、今の七夕のなんかね、僕ちょうど回ってたじゃないですか。ずっと毎日お祭りだったんですよ。ねぶたとかね、すごい。そう、ねぶた祭りね。ずっとねぶた祭りとかさんさん祭りとか、なんかずっと遠く祭りで、でやっぱ仙台もあれなんですね。なん、そう、七夕祭り、ね、投げていいんですか。どう。今俺喋ってるから。ちょっと話してる内容も気になる。おお、っていうかさ。まあ、多分こう参加されてる皆さんは分かると思いますけど、あんまりね、普段スペチャレって多分男子プロって僕が多いじゃないですか。そうですね、僕以外で多分あんまり男子プロって投げる機会が、ね、はい、ないんで。たまに神奈川県、あ、そうですね、神奈川県とか、この前ちょうど藤村プロとかがやってたんで、ね、確かに1高、2高丸、うん、2高丸、ランクシーカー、そうそう、ランクシーカーチャンネルでやってたんで。でもあんまりこう、ね、出る男子プロが少ないんでね。そうですね、今回はちょっとこの男子プロの凄さを見てもらいたいと、はい、僕が見せます。ああ、僕はあの別に僕は喋ってるだけです。はい、年も近いんですよ。何歳ぐらい離…実際どうなんですか、何歳差ぐらいに見えるんですか。まず僕の方が年上に見れるんですか、やっぱり。どっちの方が…やっぱ…私年下かと。あ、僕の方が年下です。はい、はい、そうっすよね。はい、よかった。よかった。合ってますか。合ってます。何歳差ぐらいに見えるんですか、ここ。やっぱね、俺の方が年下に見られるらしいんですよ。え。いや、多分違う、多分ね、これ先に敬語使ってる時点で、はい、もう絶対わかるじゃん。でも多分パッと見て、いやでも多分パッと見て年下だと思ってるんだよ。だって今聞きました、4歳差ですかって言ってましたよ。いやいやいや、4歳差って言いましたよね。ほら、そんな4歳じゃ吉見と同い年になっちゃいますよ。そんなことないです。あら、1個しか変わんないです。1個しか変わんない。多分、いや、藤井が僕に敬語を使ってるから、ノクタンは多分、あ、もうちょっと年齢がちょっと違うんだなって。でも、いや、じゃ仮にね、そうだとしても、うん、4歳差に見られてるんですよ。いやいや、そんなことない。違うって、だからそれを知らなかったら変わらなかった。逆ショックだよ、これ。
そこすごい気にするよね。気にする勘違いしてるのかな。いつもチャレンジ行くとさ、みんなにさ、え、まだ20代でしょって言われるからさ、みんなお世辞だね。もうよく分かった。心に留めてお世辞だよ、みんな。あれミスだわ、あれ360ミスだよ。いやいや、スペアボールいらないでしょ。いやいや、僕はいつでも本気ですから取れるかな。でもいや、取れないと思う。練習してないからな。あ、ミスった。完璧です。これ曲がるやん。いやいや、ちゃんと練習してきたんですよ。あ、そうなんそっか、よし。確かにちょっと曲がりましたね。そうなんですよ。あの去年ずっと試合でね、同じことになることが多くて、僕があまりにもスペアミスりまくってたから、多分ミスするっていうね風に思ってるんですよ。お、あれトータルピンですよね。そうですね、これはトータルピンの。あ、じゃあいいや。じゃあいいや。ナイスナイス。いやいやいや、290出すよ大会でも出ないのに。大概ね、俺は朝一しか打てないから朝は打つよ、最初だけじゃあトータルの方が有利かもしれない。そう最初は。そうだね、最初トータルピンでいっちゃったら俺に勝てることないでしょ、まず。いやいやいや、あるよ、あるあるある。たまに勝つ。まあそうですね。いいよ、投げて。じゃあ行きますね。投げて。今日二人だから終わんなくなっちゃうから。はい、すいません。喋ってる、ずっと喋ったら終わんなくなっちゃう。パンパン行きますね。はい、どんどん行きましょう。おお、これでもさ、このレーンの遅さは最終シフトやばい気がする。そう、じゃ途中でボール入れ替えていきます、僕。ダメですそういう姑息な手段にしないで。なんでよ、なんで。いいじゃん。いや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 、やっぱ予想がつくんですか、ある程度。うん、大体わかる。これは、ま、曲がりすぎて、これはやばい、ね、僕もうあれしかないから、もうちょっとも、うあんま3シフト目はあんまり期待してないもん。いやでもさっき思ったより曲がりすぎちゃったな。いや出すぎだろ。あーチェまあでも本当に可愛らしい先輩ですよね。それ喜んでいいの。王子という王子やっぱちょっとホームだから有利そうだな、メンタル的には。え、いやいや、そうですね。ホームって言ってもね、はい、ここにチャレンジ来るわけじゃないからな、年に1回あるかないかだから。そうそうそう。あ、そうなんですか。そうよ、やっぱり全部回るから、やっぱり年1回よ、多くて2回、なかなか年2回ってないかな。確かに全国ってなると大変ですよね。そうか、全国行ってるからそんなに府中チャレンジずっとやってないもんね、そのところ。キレキレのボールですね。そうなんですよ。あれ、ボールが切れるの。いや、そうなんですよ、ボールが切れるんで。ちょっと俺も投げてみていい。いや、いいですよ、投げれるんだったら。いや、投げれると思う。ちょ、投げていいですよ、うん、あ、リプレイ流れてますじゃあこれ、そうなんです。でも一応あれですよね、右用。そうなんですよ、右用なんですけど小林プロはあの器用だから両方いけるんですよ、多分。全然切れなかったら面白いですよね、ボール。いや、ほんとちょっと気になる、逆に。あー、やばい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 すごいねいや、すごいね、あれ。いや、すごいんですよ。いや、すごいわ。もうびっくりしたよ。いや、あれでちゃんと取ってくださいよ。いや、無理無理無理。いや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 、何言ってんすか。縦ですね、縦に。いや、すごいね、切れ。やばいんですよ。うん、取れるんですか、それで。取れるよ。いやいや、やばいよ、全然取れないよ
これちょっと差ついちゃいましたよ。ちょっとハンデあげちゃったわ。 ありがとうございます。いやいや、やばいでしょあのボール。すごい。なるほどね、ボールだった。腕じゃなかった。いやいや、腕もあるから。腕じゃなかったわ。何言ってんだよ。ちょっと俺投げてみて。は、指入んないか。そう、あれ俺の親指どうしたんですか。ここにあるんじゃない。ああ隠すっていう作戦。これなくなったら投げれないから確かに、さすがに、さすがの藤井プロも投げれないね。よいしょ。はい、ちょっとハンデあげちゃったな。あーやべ。おもういいよ、もういいよ。ちょっとなんか小林プロが指入れてたから滑っちゃった。関係ねえよ関係ないよ。なんか細工したでしょ。え、細工したでしょ。ボールに細工してない。すごいんだこのボール。倒れました。倒れましたね。よかったよかった。もういいんすか俺の投げなくて。え、もういいの。次はもうちょっとしたら投げるわ。はいおー、いやいやいや、ナイスねあのボール収まりいいですね。あれさ、 あのボールはあのロバート・リープロがくれたんですよ。しかもロバート・リープロが俺多分このボール2000ゲームぐらい投げたよって言ったボールもらったんですだからもう多分球がねちょうどいい俺にはね。すごいですね。そう、そういうボールしか持ってないんですよ何、どういうことですかそれ。アルフォンさんプロチャレンジ、あ、ボール間に、いや間に合ったんですけど、多分チャレンジ先からチャレンジ先に送っただけだったんで、そうだ、1個しか持ってこない。そうなんです。またこれまた送ります。大変ですね。はい、また今度次は名古屋行くんで名古屋に送りますボールを。はや、名古屋さんもう終わったんですね1ゲーム目。うちら喋ってる場合これ終わんなくなっちゃうよね今日12時までですよね。あれそう、12時、あ、15分までなので。おー、メッセージャー、まだ1時間10分ありますね。12時10分、今日2時間ずつなので。あ、はい、そっかそっか。お二人のプロなので。なるほど、2時間ありますね。そういうことなんだ。時間は余裕あるんですか。時間は余裕。あ、じゃあ喋りながらやりましょうほら見て、すごいピンアクションだよ。見てなかったもうこの3ゲーム捨ててるでしょ。捨ててないよ。早いですね捨てるのが。 そんなことない。じゃあムーンライト投げるわ。投げるんですか。投げるよ。いやいや、ちゃんと藤井プロもこれなったら投げなきゃいけないんだよ。わかりました。ムーンライト投げる。3ゲーム目ぐらいでまたムーンライト来るかもしれないですね。あ、藤井プロ質問よろしいですかって。どうぞどうぞ。直屋さんって。直屋さん、うん、直屋さんってどこの直屋さんだろう。今日はあ、ムーンライトチャレンジしてって来てます、まだ出てないんですか。あ、でもそれで探すのか。店舗でも、あれ、さあ、ムーンライトやりますよ。名前が変わってるかもしれない。ムーンライトやります。あ、藤井プロ学生時代ボーリング以外スポーツ何もしてません。でも走るの好きだったんで、はい、江ノ島の方まで走ってましたよ、よく近いから。すごいですね。いやでも近いだけなんですよ、あっちに。都会みたい。え、都会な言い方や、洒落てる人の言い方江ノ島走ってたいいとこ育ちみたいね。いいとこ育ちみたい哲くんもだって学生時代運動部は絶対やってないでしょ。いや俺サッカーやってたもん。いやあ、ちっちゃいえ、そうそうそうサッカーやってたもん。サッカー、サッカー、サッカー。行きます。それでは参りましょう。ああ、2、1、ゴー。うわ、やっぱ慣れてるな軽々と。慣れてる慣れてる。達成ですね。慣れてる慣れてる慣れてる。やばい、クラブ活動は何って聞かれてる。俺クラブ活動も入ってないわ。嘘、不真面目だな。不真面目じゃない。俺ハンドボール部だった。すごいなんで俺部屋で球技好きなんですよずっと野球や少年野球やってたし
ハンドボール？ハンドボール。へえ。野球やってサッカーやって。でも足が遅いから。あ、そう致命傷でしょ。一塁までこう。そうそうそう。だ野球やってもサッカーやってもなんかそこそこできるけど足遅いから。そう。根本的に。ああちょっと曲がっちゃったな。ありがとうございます。ハンドボール部でサッカー部だったんだ。サッカーはいや俺なんかそうだね併用してた。好きでいろんなこと。あ、いいですよね。いろいろそういろいろやってたよね。でも結局ボーリングやったぐらいそうでしょ。まあサッカー選手にはなれないっていうのはさ中学生ぐらいわかるよね。もうそれはね絶対なれないだろうって。ジュニアのとか選抜とかもうレベルが違うもんね。やっぱそう考えると何もやってなかったな俺。藤井プロは今ボーリング以外他のスポーツは何？何もやってないでしょ。まあ、ゴルフちょろっとやってましたけどね。やめたの？俺僕もゴルフ数回やります。やっぱ年に何回かやります。いや楽しいんですけどなんかボーリングに影響しません？あれしない。全然しないよ。嘘だ。本当だよ。なんでゴルフに影響するの？なんかスイングが8の字になっちゃうんですよ。いやそんなことない。ゴルフ上手いんですか？下手。でも楽しい。いやそうなんですよ。外でやっぱりさ僕らもいい中じゃないですか。常にもう同じ景色じゃない。レーンもそうだけどやっぱ外行ったら気持ちいいね。はい。やっぱコースによって変わりますもんね。そう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 。だから景色がいいから、はいはい、俺今年1月の初めに行きましたよ。信じられない。それはやだ。いや本当に寒かったでしょ。寒いっていうかその何真ん中のグリーンに凍ってた。ボール跳ねてっちゃう全部凍ってるやん 、うん、朝からね。びっくりしちゃった。すごいもやとかかかりそうです、うん、で夏は逆になんか4時半ぐらいからやるんですよ。早ーめちゃめちゃ早くて明るいからまあ気持ちいいですよね。ボーリング室内で行くんですけど あやばい。結構今ワンフレーム差ぐらいにねあんまり変わんなくなってきた。やばいやばいやばい。よし藤井プロラウンド1所属以外所属男子プロのライバルは誰？それはやっぱ小林哲也プロじゃないですか？それは僕に決まってるじゃないですか。当たり前じゃないですか。長谷さんそれは藤村が最近うまいけどさ僕ですあ藤村いるのね。え？いやいやでも僕です。僕これ勝てるんじゃない？もしかして。やばい近づきました、ね、近づいてきたよね。いや藤井のボール投げなきゃよかったわちょっと後悔して、ね、いやもう一回もう一回投げましょうよ。投げない投げない5フレが5ねえ5フレミスしたら痛いね。僕でも唯一プロになってあのスキーやめました。えスキーずっとスキーやってたの好きで、だけどそれは怪我するかもしれないと思って怖くてやめた。さすがにそれだけは、うん、スキーもやったことない。ずっとチェックやった、スキーだけ多分一番長いかもしれない。もうずっとでちょっとジャンプしたりとかできるんですか？僕ねあの短い板なんですよ。ショートスキーって短いやつ。それは何身長に比例するんですか？そうへーいや嘘だえーってロクタひどいよ。そんな小さくないよ俺別にそんな小さくないけどあのなんかね昔あのストックあのスティックなんだっけストックこれを普通のやってた時に本当にやってました。そんなやってたスティックかストックかも分かんないのにあれがあのリフト乗って引っかかってえであの落ちそうになったことがあったね。それ取れなくてそれが怖くなっちゃってやめてでそのショートスキーだったら持たなくていいからっていうのでそれにしてずっとやってた。じゃあやります。雪山に行ったことすらない。修学旅行とかは。いやいやいや、雪山ないですないです。あやばいやばいやばい差がなくなってきた。そうですね。カウント的にも哲也プロが本当だよ。一品差だよね。まあ3ゲームだからねやばいやばい。ナイスストライク。あれ投げあの5フレちょっともう一回投げさせてせめて8本スペアにしてくれたら並ぶのにいやでも本当に追いつかれてきちゃったな。よしよし
そう、まあ、スーさん、そうなんですよ、リフト結構怖い、そう、トラウマですよね。それからだからその短い板にしてやってたんですけど、もうプロになって怪我するなと、怪我したらや、あのスキーって、あのスキー場って自分がやんなくても突っ込まれることあるじゃないですか。あ、それで怪我、そう、巻き添えになることが多いですよ。ナイスストライクです。それがあるんでやめました。なんか結構うららプロとかも他のスポーツはもうやらないみたいな。そうそうそう、僕も現役やめればねやりたいけど、やっぱりそのリスクがありすぎるかな。もう少しですか。え、あと15年ぐらいもう少しだね、折り返しだよ、あと15年ぐらいだ。50歳でやめよう。51歳、シニアの大会が1回あるんで50歳だったら出れるんですよ。はいはい、だからそしたら1回だけ出てやめようかな。51歳折り返しぐらいになっちゃう。もうダブルナイス。いや、いい勝負、いい勝負。50歳になったらさ、こうやってやってんのかなって俺思うときある、自分が。ボーリング、いやいや、こういうこと、こういうこと。リモートがどんぐらい続くかですよね。ねえ、どういうことやってんのかなって。もうちょっとこうバーチャルっぽくなったら面白いですよね。でもウェブ3だね。その王子キャラがいつまでいけるのかだけ僕楽しみに。いや、それが俺も心配。いや、僕30歳で終わると思った。でそれが35まで超えたからいつまでやんのかなって。まだ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 、あと10年頑張ろう。お、あ、おー、やばいやばいやばい、危ない。ああ、まあまあまあ、最後でよかった。これ全部来たら俺 5本勝つよ。まあまあ、でもあれですよ。何持ってこれたらでしょ。いやいや、持ってくるよ、これで。持ってくる。でもない、別に1ゲーム勝ったからって関係ないもんね。いや、そうなんですよ、3ゲームだもんね。はい、よし。いや、でもテツ君強いな。何が。あ、俺はまた試合よりもこういう方が得意だもん。わ、いいよこれも。あー、やる気出したでしょ、ちょっとね。まだ出してない。まだ出してない。まだ出てない。まだ出ない。ちょっともう一回マーベル投げてみようかな。いや、やめよう、ちょっと曲がりすぎ。予測不能だから。もうカバーしときたいですね。あれはもう目つぶっても取れるぐらいですよ、きっと。はい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 。ちょっと今度これ投げていい？あ、いいですよ、投げてみてください。そこに、ね、置くのね、はいはい。まあ、投げれるってすごいですね。そうですね。ちょっとでもスパンが長い、かなり長い。ね、ちょっとだいぶ長い。絶対大きい。よし。ちょっと気になるな。いい、それそんなとこ立ったら曲がりすぎちゃいますよ。同じ展開よ。9本倒れました。同じよ。曲がるね、あれ。やばいんですよ。あれも曲がるわ。あ、質問答えてていいんですか。いいよ。藤井プロ、藤村と勝負したらどっち勝つって。それは藤井プロ、僕がまだ負けるわけにいかないですね、彼には。そうだね、藤井プロ今年大会優勝しました。いや、それこそ藤村プロと対戦して、関西オープン優勝しましたね。そう、すごい、本当強かった。あの花束のシーンも良かったですね。本当ですか。奥様だね。いや、いるなんて知らなかったんで。あ、そうなんですか。いや、そうなんですよ、もう奥さんが見てると必ず優勝できないっていうのがあるんですよ。ジンクス的な。そうだ、本人がいないようにどっかで隠れてたんですよ。あ、すごい。で最後出てきた。そうで、僕はでももうその優勝なんて喋るかを考えてるんで、あの出てきたら、あ、おうで終わり。冷た。いや、違う違うんだって。もうでもいたの知ってたとしても、ほらキャラっていうか、僕の性格的にもうコートが行くことは絶対ないじゃないですか。確かに内藤プロとはまたちょっと。あ、あれすごかったですね。まあ僕もそういうことはしないよ、ね。いやいやいや、ポンポンとかなんかやって。いやいやいや、あれぐらいでしょ。あれぐらいでしょ。ああいう感じでしょ。ああいう感じでしょ。こうはやっぱしないよな、なかなか。びっくりしちゃったよ、あれ。ちょっと戸惑うよね、こういう時期だから。いくら夫婦といえどもさ、で、いや俺ちょっとそういうの思っちゃうもん、なんかここでそういうのしていいのかなとかさ。冷静じゃん。冷静冷静冷静。確かに見てる側は盛り上がりますけどね。なるほどね。じゃあ、はい、早く投げろって。はい、すいません。
消毒、藤井プロ、消毒お願いします。はい、お願いします。これやばい。これやばいやつだ。これやばいやつだ。オッケーです。これ、あの、噴射しないやつだ。ちょっとこれ変えた方がいいね。やばいこれ。噴射じゃ。はい、皆さん2ゲーム頑張りましょう。引き続き。じゃあ行きますね。いや、なつみちゃん、プリンスポーズさ、なんかノイちゃんが考えるって言ってたよ。よいしょ。大丈夫、全然大丈夫、大丈夫。おう。なんだよ。誰も見てなかった。手叩いてるじゃないですか、適当に。あ、ストライクじゃなかった。誰も、今誰も見てなかった。いいんですよ、ストライクじゃなかったから、はい、皆さん2ゲーム、ね、2ゲーム頑張りましょう。早いな、みんな。ぜひこさん、もう2ゲーム終わってる。ひろさん、フジプロ、おー、早いね。すごいですね。今20ピン差、17ピン。 OK OK OK、 ハンデだな、はい、あ、パーフェクト出したことあります。2ゲーム頑張ってください。いやでもな、どうしようかな。ナイスでーす。よし、あ、いい感じじゃん。いや別に俺そんななんかそんな下手じゃないよね。言っとくけど言っとくけど、いや藤井プロはうまいけどさ、いや僕もそこそこです。こう見えて一応。まあまあ、え、まあまあ、結構優勝されてる。いや優勝、あ、シーズン12は得意なんで3回目優勝してるんですけどね。そう、あ、勝っちゃうかもしれないな。難しいのがもうあの無条件でさ、この3ゲーム取ったら俺が勝ったらさ、もう勝って、始まる前あんだけ言ってたからね、もうすごい言ってたもん。負けるわけないじゃないですかね、って言ってたから、それは負けるときはもう負けたら無条件で。お、意外と惜しかった今。今あのちゃんと2本取り行ったけど、ね、結構惜しかったですね。 10番だったら惜しかった。アルフォンスさん、そう、取ってください。今本当にちょっと一瞬取れたかと思って、いや俺もね行っちゃったかなと思って、ね、いやでもちょっとボール曲がりすぎてきちゃったな。キレがすごい。ボールチェンジしようかな。ああ、優しい先輩ですね。こちらもスプリットその合わせてくれるっていう。でもさっきコントロールいいって言ってたから、僕のスプリットよりはあれだいぶ簡単ですよ。まあね、確かに。ただの2本ですから。あれ取るわ。ちょっと惜しいまでは言ってくださいよ。え、もう全然惜しくないんだけは見たくない。取る取る。さあ、あ、全然ダメだ。全然ダメ。手前で回っちゃったもん。本当に遅いね、ここね。いや、やばいんすよ。本当に今日遅いわ。あー、ほぼ互角な感じに今ね。いやちょっとボールチェンジ。ダメです。ダメだよ、ボールチェンジする。帰るのなしだよ。これ取れるよね。あの、さっきのコースですかね。さっきのコース、そう、さっきと違うから。あ、確かに。さっきとそうね。そう言われれば。あの紫登りでさっきと同じとこ投げればいいよ。もう再現性半端ないから。なるほどね。いやー、むずいな。急になんか遅い。取れるよ、取れる。
お惜しい惜しい。さっき240出たとは思えない展開になってきちゃった。ちょっと遅いっすよね。遅い。ちょっと手加減してよ。いいよ、もう一回してるよ。もうやんな、どうしよう。てつくん、何頼むよ。ちょっとちょっと後ろ向いて。なんかこれがネズミの尻尾みたいに見えるんだよ。そうそうそう、尻尾生えてきちゃったんだ。ほんと出てきちゃうんですよね。出てきちゃうよね。尻尾だよ、尻尾。あよいしょ。ノブヒトプロはどんなボール準備してるの？今日何個もボール持ってきたの？いやもう基本はこの3つです。ああいや今日てか絶対下から車から持ってくるとかなしだから。いやマジで持ってきますよ。あもっとあるんですか？ありますあります。俺ボール2個しか、2個ってかこれしかないからさ、どうにもできないよね。マジどうしよう。いややっぱ腕でなんとかしてください。あもうナイスです。でもあのボール本当に曲がるね。いやちょっとやばいっしょ。やばい、ちょっと扱いきれない。女性にいいんじゃない？いいっすね。ちょっとこれはね、ちょっとあの曲がりがちょっと足んない。とにかくキレが欲しい人には持ってこい。そうだよね。ちょっとよしみプロ用に持って帰っていい？いい、全然。なんでそのまだし、あ出たばっかりですよ。開けたばっかりですよ。まだ投げたて。2000ゲームとは違うんですよ。あ僕今日あとコードマスターとかそういうボール持ってきてます。それ持ってこようかな。ダブルです。いやもう正直もうボール曲がりすぎて辛いんですよ。だから俺はその9点とスプリットにかける。あれ急に、うん、弱気だな。作戦が変わりましたよ。弱気だな。わかるんですよ。弱気だな。結構こう暑いとボールをが割れちゃったりとかなんかないんですかね。あるある、たまにある。使ってないボールって放置しとくとなるっていうね。だからボールは結構投げてるやつは平気だけど、はい、ちょっと置きっぱなしにしてるとかずっと何ヶ月も投げてなくて、はい、久しぶりに開けたら割れてるみたいなのがある。あもったいないです ねもう勝ったな。これは勝ったわ。これは勝ったわ。え勝った。この3ゲームは絶対フジプロにあんまり、これだったらあんまり負ける気しないよ。やっちゃったと思ったね。チョップしたと思った今俺。もう今ちょっと次の1投目のこと考えてたからちょっとダメだねそういうのはね。よし、あコード見たいって言ってた。じゃあちょっと次のシフト持ってくるんで。ダメだよ。いやだってさっきまでストライクだったのに1個も出ないですよもう。うわこれ曲がるべ。さすがに優しいビッグホー刺さるわ。この6本は相当痛いですね。カウント回っていやすごい遅いわ。どんどん遅くなってますよ ね宇宙はいつも早く感じるんだけどね今日遅く感じる。あれ取れますか？取れる。どっち狙おうか。おいその強気じゃないですか。どっち行くんですか？全然取れない。それじゃ惜しかったな。惜しかったな。やばいやばい、まだいけるわこれ。おお差が縮まりました。縮まったね。いやなんだろう、府中っていつも早いイメージがあるんだけどな。すごく遅そう。ちょっと今日遅い。いやマジどうしようかな。だからなんか第3シフトみたいな感じだもんすでに。すでに第3シフトの気持ちで今ないで。おお
これやばいね。これでも最後のシフトとかもうフレームアウトしてるとこから投げないといいじゃない。ガター飛ばししてみたらいいじゃん。ガター飛ばしするんだけど、井口プロみたいな。やばいよこれ井口プロ本当に遅いわ。え、ボーリングやるんですか。ボーリング、あ、はい、ロクターさんやるよ。ロクターやるやる程度ですが。あ、そうなんですね。最近7月ぐらいから14ポンドになって、はいはいはい、投げてもらって1個しか持ってないんですけど。はあはあはあ、楽しいですか。あ、楽しいです。あ、いいっすねあ、俺の投げた。おおやばい、ちょっと次もあれで行って。 OK。 あ、テツヤプロ、質問よろしいですか。もちろんです。ちょっと休憩聞いてから休憩、はい、で打つまで時間かかるからバンバン投げる。あ、いやいや、まあ大丈夫だよ。時間はすごい切れるねこれ。いや、やばいんですよ。あんな逆なのにね質問どうしよう。出てきません。長谷さん待ってます。残り時間あと45分ぐらいあるので。あ、45分もある。大丈夫、全然余裕余裕、まあ余裕、まあ、マッチングつられたりするから、はい、まあ、じゃあちょっと待って。いやでももうね、次の自信がないんだよね。よいしょ。え、ロクタンはやってる、チャレンジやったりしてるんですか。吉祥寺この前、はい、ね、2ヶ月に1回ぐらいのペースで投げよう。あ、まだ200アップしたことがないので。おいぞ。お、つぶってどんまい。じゃあ僕教えるからやりましょうよ。やりたい。やろうやろう、教えるから最高191が最高なんですけど。大丈夫、すぐ超えれる。いや、超えれる超えれるじゃあロクタ教えるわ俺。ちょっと YouTube 大学にもこう、ちょっと出る、コバ TV に出てくれる。出たいです。あ、もう今ちょっと自分のそのボーリングのことでそっちいっぱいいっぱいで喋ってたでしょ。え、俺のことなんか放置プレイだったでしょ。あ、もう放置プレイだった。あ、ほら来たよ質問。哲也プロ、コバ TV に男子プロいますか。いません。僕しかいません。いやー、これやばいね。い、曲がるっしょ。もうやめた。いやいや、あれ投げてよ。あれさ、なんなんかな。もう絶対使えない俺。お二人はカラオケ行きますか。カラオケはないな。てつくんカラオケ歌うんですか。付き合いだね、付き合いで行くぐらい。年に1回あるかないかかな、基本的には。歌めちゃめちゃ下手だったらショックですね。歌が下手だったらショックじゃないですか。上手いイメージがこう勝手にこうあるんですけど。そうそう、歌、俺は、あ、切れ、あれだ、ちょっとコメント一回リセットされちゃうので、また復活したら。あ、映ってはいますね。映ってはいるんですね、はい、カラオケね。ちょっと画面だけ再起動が。あんまり、あんまってか普段行かないもんね僕は。もう付き合いだけ、普通に歌うぐらいです。ああ、じゃあ夫婦でこう行かれたりとかも。行かない。あんまない。よしみが嫌いだもん。あ、そうだ。カラオケ、カラオケなんか歌ってるイメージないし、なんかすごい声小さそう。正解。いや、あのね、僕はもちろん聞いたことあるけど、歌はうまいと思う。歌いというか普通に。だけど声がちっちゃくて、たまにこうみんなで行く、帰って行くじゃないですか。で、僕は声大きいんで、僕が喋ってる声で吉見の歌ってる声が聞こえなくなるっていう。だいぶ音量上げないと思う。そうそう、音量上げるか耳を澄まさない。声量がないんだ。声量がない。中森明菜的な感じ。ちっちゃく声歌ってる。でも音程を外してないから上手だと思う。全然俺らが上手だと思うんだけど、なんせ声がちっちゃい。あります。フジプロバイトあります。え、多分月に3回ぐらい出してると思います。何、え、パーフェクト何回ぐらい出したことです。毎月3回ぐらい出すでしょ。あー、おい、ナイスかスパイかねー。300は300なんかさ、公式戦で何回やんの。何回だろう、7、8回じゃない。すごすごいですね。でも緊張するんですよやっぱり。いつまで経ってもあれは。
ちょっとパーフェクト賞みたいなのもらえたりとかもらえますか。大会によるの、大会によってちょっと金額とかは違うんですけど、ハイスポーツさんからとかももらえます。あ、いいですね。あ、ナイスね。やばい。今20ピン差が1ゲーム目であるのでちょうどいいね。ちょうどいい。だってここで並ぶんじゃない。いや今ちょうどでしょ。ちょうどよ。うまくできてる。もういい感じです。3ゲーム目どうなるかみたいな。3ゲーム目どうなるかだね。感じの。よいしょ。いやテツヤプロ、大中プロラウンド1所属はどうですか。僕は1回しか会ってないから。いや、みんな楽しみ、まだね、みんなまだ楽しみにしててください。あんまり絡んでない、ね、そう、絡んでない。おお、みんな楽しみに、まだね、多分行ってないところいっぱいあるんで待っててください。全国、ね、あの坂本しおりプロとか、あの望月プロとはこう一緒にダブルチャレンジをしてたりとか。そう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 、2人が研修係。はいはい、僕は見てるだけ様子を見て、様子見てて。でもラウンド1はいろんなプロボウラーいるからいいですよね。そうですね、面白いですよね。さあどうだ。いやいいね。いや今のはちょっと完璧でしたね。ね、たまにしか出ないけどこれはちょうどいいよ。あ、運じゃないよ、運じゃない。たまたま。あんなにさボール、うん、ま、いやボールてか遅いよねやっぱね。もう3シフト目俺し不安でしょうがないんだけど。これえ、ちょっと真面目に僕ボール変えますよ。ダメだよ、プロはさ腕でいこう。腕でいこう、ボールじゃないよ。ボール、ボール、腕でいこう。だってもう遅すぎて拭いたらなんかさらに削れちゃうんじゃないかなって。ボール拭かないもん。俺も拭かない。関係あるのか分かんないですけどね。どうなんだろう、ウレタンは関係あるよね、さすがに。おあ、でもあれ取れるね、そんな難しくないもん。ちょっと斜めってますね。そう、やばいやばい、斜めってる。あれ、大中プロ、あ、名古屋さんは大中プロ、入口プロ、大中入り口プロ勝負したが負けました。あー、スペシャルをやったのかな、大中プロと入り口プロで。もしかして多分そうだね、やってましたね、男女でやってました。多分それを負けたという。おー、惜しい。あー、惜しい。150 あんな強気で笑っちゃってるじゃないですか。笑うよね。ね、これツイッターにあげなよ。強気ですいませんって。いやいや、強気に言ってすいませんって。本当だよね。いや、スプリットがあったらしょうがないですよ。しょうがなくない。その慰め方も結構傷つくから。やばいやばいやばい。あ、やばい。これいや、ね、裏だけやめてよ。ちょうどいいところに。いや、あれ演技だから。今ああいう風にしてストライクを出すって演技。全然違うとこ投げたのに。いや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 、あれもストライクだから。やっぱ2000ゲームが効いてんな。止まるから2000ゲーム。これは結構この3ゲーム負けが濃厚になってきましたね。はい。あらあらあら、あ、まだわかんないこれ。まだわかんない。そう、悔しいな今のは。あ、信人プロ鼻毛生えたって言ってる。いや、この間勝負して負けちゃったから僕が全部抜いてるんで。なんかすごい花粉の時期だったらやばそうですね。あ、確かにそうですね。あ、やばいやばいやばい、マジで。お、差が差が逆転。これで逆転ですかね。あー、勝っちゃうよこれじゃあ。
はい、バンバン投げていいの？バンバン投げて。あ、喋りすぎてんの？喋りすぎだって。はい、すいません。早く投げて。マッチングだね。じゃあ行きます。26ピン差。え、26ピン差？そんな。いや、そうっすよ。今が393点、藤井プロ。僕が400。本当だ。おお、もう勝ったも同然だな。あー、もうマジでやばい。まあ、ちなみにね、藤井プロ、俺ね、多分こうやって対決すると意外とあんま負けてないんだ、実は。あの、その試合の時に、はい、あんまこう上位で競うことは僕は少ないけど、藤井プロは1対1の時割と。そうで、ノブがさ、はい、上位に行ってる時は俺はあんまないよね、一緒に投げることないんですよ。まあ逆に俺が行ってる時もないじゃん。確かに、うん、ないよね。俺ね、ノブはあれだね、唯一こう福島オープンで1回やったね、承認大会で、ね、ああ、そうですね、うん、くらいかな。あんまないよね、だからね、残る時と残らない時。じゃあ、まあ、もちろん、うん、じゃあ公式戦で上位で当たったら今のところ勝つ確率高いんじゃないですか。勝った、うん、ノブには勝てる。ああ、そこまで上がってこれたらね。お互いだよ、それ。俺が上がる時いないよ、大体。だから、いや、回数は絶対的に多いからさ、多分10回やればさ、7回ぐらい上位にいるわけじゃん。僕は多分2回ぐらいだから、その2回の時はそれ多分3回なんでね、当たらない日なんで多分。そうじゃない？でもあんまりあんないよ ね、 考えたら。そう、意外とやっぱり少ないかな。あの、小林プロが前あのファールして負けた2位の時も僕ダメだったし。そうだね、 MK のものはね。そう考えたらあんまないね。その前だって、その俺この前、今日2年前の MK も3位だったけど、あの時残ってないよね。残ってない。そうだよね。そう、だから意外とありそうでないね。でも去年は本当同じレーンになること多かったですね。レーンは同じだった。そう、ボックスはそう、抽選のね、たまたまレーンが一緒だった。まあ全日本選手権がずっと一緒だったからね。あれは厳しかった。外そう。いやでもこれね、かなりやばいです。はい、一発目からのスプリットは結構ですよ。あー、おー、これは勝負が勝負ついた。しゃあ、投げたくない。投げて。だって左に寄っても寄ってもボールいかないんだもん。それは技術の問題じゃない？腕でなんとか生かしてよ。そこはトッププロの見せ所で飛ばすとか。はい。やる気ない。もうやる気ない。もうやる気ないよ。もう早いところからしのたこ焼き持ってきてもらおうか。おお。ああ、わかるわかる。飛ばないよね。わかるよ。飛ばない飛ばない。まあでもポケットがちょっと見えてきた。でも飛ばないよあれ。いや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 、こっからですから。いえ、ナイス球でーす。まあ確かに左がいい。でもどうなんね、ノブなんかは左がいい時に残ることが少ないってこと、逆に言えば。なんかさ、右の人でもさ、左がいい時に残る人いるじゃん、タイプ的にさ。まあでもそうやって言われたら左がいい時残ったことないかも、うん。でも俺も言うほど左がいい時ってあんまりダメな時多いかもしれない。みんな左がいい時って、うん、そんななんか、だからそう、ちょっと左でもそのやっぱり人数多い多いというか、そこそこいるんで。そうですね。その左の中でも合う合わないがある。はいはいはい、はい、あれ何なんでしょうね。わかんない。本当に左がいいって言われる時あるんですよ。まあ本当に左がバチバチで ある。でもやっぱその中でも良くない人とかいますもんね。いるいる。でももうだいぶそれがさ、このスポーツコンディションっぽくなってから減ったよね。まあそうですね。昔のこう前はすごいこう左右対称でっていうパターンで、あと時間だよね、スケジュールが。前は予選やって終わった後に準決勝とかやったのね。ああいうのはやっぱり左が時間的にね、もう今の藤井プロみたいな感じです。あんな風にこう右が寄ってる中、例えば左はオイルがまだあるから15枚とか投げれちゃうから、やっぱり自然的被害が残りやすかったりするけど、そういうのがなくなったもんね。次の日に準決勝になったりするから。そうなんですよ ね変わるよね。
だ左の人はね、こうレンがまあその難易度がね低いとずっと打てるけどね、難しいとずっと難しいんで、まあ練習ボールでわかるよ、はい、頼む。あーこれもいいや、ダブルナイスです。イエイ、もう勝てるって確信してるんでしょ。してるしてるよ。だってノブのあのストライクが出ないようなあの残り方を見てる時点で勝てると思う。ちょっともう苦しい戦い、数えないといけなくなってきちゃったよ。でもまだあと2回あるからね、シフト2シフトあるから、とりあえずこのボールで投げ続けてもらわなきゃ困るよここで急にボール変えられたらずるいもん。ずるいずるい。あー厳しいね。いや厳しいよ、パワーって感じが厳しいね。いやいやいや、もう掴みましたから僕レベルになると。あーそう、はい、ちょっとストライクやめてください。え、お願い。嫌です、嫌です。この間2人で徳島も行ってきたんですよ。そうなんですか。小林プロのつながりで。おいいですね。うわーこれ来ちゃうの。あーそうだよね、惜しい、力入りましたね全然いやいやいや全然じゃない、入ってた入ってた全然入ってない入ってた入ってた全然入ってない。じゃあ徳島行くのも珍しい場所だったんですか。徳島は今まで初めて行きました、はい、そうなんですね、うん、なんかあの、はい、珍しいイメージだから。あ、地方なんですか。はい、あ、あの宮崎出身なんですけど、でも徳島もあの転勤族で5年ぐらい住んでて、幼稚園から小学校2年生まではえ、ロクタン？あ、徳島住んでました。いいとこでしたね。めちゃくちゃいいとこですね。いいなんかあの学校の帰り道になんか近所のなんか育ててるアロエちぎって帰ったりとか。え、アロエアロエをなんか育ててるおばあちゃん違って食べるんですか。それをあなんかちぎって、そうだね、やけどした時にこう塗ったりとか生のアロエ。喉か喉か本当だね。徳島ね、僕はその縁があって徳島もうこの2年ぐらいで10回ぐらい行ってるんですよ。おめちゃくちゃ行ってます。年5回ぐらい、まあ、ラウンドワンのチャレンジも含めてですけど10回超えてますね。すごいめっちゃ行ってる。あーダブル。しゃあ。ナイスです。ああスーさん、またぜひ行きましょう。またやりますんで徳島で。徳島ですね。はい、なんかちっちゃい頃なんかそもう家計でやってるうどん屋さんみたいな。てかやっぱり徳島もあります、ね。うどん屋さんなんだっけ、何うどんだっけ徳島は。ナルト。あとたらゆたらたらうどん。あ確か。まあ、高松がねうどん有名だけど、はい、やっぱ徳島もやっぱうどん美味しい。へあとラーメンだね。あ美味しかった。行ったね、はい、食いまくったね、はい、徳島ラーメン卵入れまくれ、あの入れ卵無料なんですよね。あそうなんですか。で、まあ、みんな1個らしいけど僕卵好きだからあのすごい入れてますよね。卵3つ入れた。お腹壊しそうだけど卵3つ入れて食ってた3つなんか徳島ラーメン美味しいけどちょっと濃いめなんですよ。そうなんですね。あでもね、なんかなんだろう、なあの油じゃないよね。そうですね、油じゃなくて味がちょっと濃いから卵を入れるとまろやかになるんですよ。で僕はちょっとこう、あのそれが好きなんで薄まる感じが、そうそう、まろやかになる方がいいから。生卵を入れるラーメンって言ったらね、なかなかないよね。ないない。そうですね。でも美味しいよね。美味しかったです。俺すごい好きで。また行きたい。また行きましょう。はい、お願いします。あ、そうです。87年生まれです。あー、これはどう？譲らないですね。しゃあ。いやでもポケットヒット率が、あ、ダムで93点超えたさん、俺一緒だ。同い年だ。うさぎ年です。ねえ、牛、トラ。僕え、何年？俺トラ、今、今年男。へぇトラ年。トラ、トラです
藤井プロは今35歳4ね4まだ4もうすぐまだ30代前半アラフォーアラフォーさっきリズム取りながらおじさんがリズム取ってるもう麻痺してるじゃん僕は毎回毎日チャレンジでさ取るからさ考えたら普通にはおかしいだよねおかしな人だよね一般のあ、ね、惜しい一般の学生さんとか見たらなんだろうなみたいなそうだよ今回2人で撮ってるじゃんいつもチャレンジ1人で撮ってるじゃんやばい人だよねいつも思うもんねおじさん2人で今日撮りに行きましたリズム仲良しねナイスカバーでーす何点いこうもう負けでしょ、はい、もう負け決まりでしょこの30ピン差ぐらいがやったお哲也プロと PAP ほぼ同じお惜しいですチェなんだチェってチェいや今日本当久々にプリクラ撮ったのは本当恥ずかしかったですねえおっさん2人でプリクラ撮るわけですからねやっぱ慣れてるのは哲也プロの方が慣れてますかねだって俺プリクラ前回撮ったのもここで坂本かやプロとやった時に2位対決の2位対決もうのあのえ、かえちゃんと2人で撮ったんでしょいや、それはもう正直ね、死ぬほど恥ずかしかった確かに確かにねだって、一回りどころか一回り以上違うことを確かにねプリクラを撮るっていうあとさ、普段さ、一緒に行動してそんなしてるわけじゃないじゃんそう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 だからそんなに仲いいだからなんか僕が、ケヤキちゃんとかととは違うわけじゃん、多分感覚がまた感覚が違うよ、ね、距離感がどうしていいか分かんないじゃん確かに距離感とかさ難しいよねなんか若干撮る前の無言の時間とか気まずいですねやっぱそうなっちゃうよねそのあれだもんねこうその2位対決っていう風な名目でやってるから仲いい同士でわけねっていうかいつも一緒にいるわけじゃないもんねまあ諦めてそれこそあのケヤキプロがこの間食べることになっちゃってうぞあの英語チャレンジでおーさあ、あっ来たよちょっとまだ早いよやる気ないやろあ、じゃあ俺投げちゃうからこれも何、はい、あれでやんの俺投げるからすぐノブ投げるパパじゃあうん説明の時間のうちになるほどねストライク出ないじゃんあれじゃあジャスト早くくそちょっと待ってまだ投げちゃうからで藤井プロに投げさせますからはいめちゃくちゃ暗い暗いですね暗いですねはいありがとうございますいや思った以上に暗いんだけどえいやちょっと明るくなるからでもケヤキプロはあの英語チャレンジで参加数より喋っちゃったので、うん、あのたこ焼きを食べることになってまずは熱すぎて悶絶してその後に辛くて想像つく想像つく辛いものの中でもからしが一番嫌いだったみたいでケヤキちゃん苦手なんだよ辛いのそうもうからしだけはって言ってたのにもうからしが来ちゃって無理です皆さんさようならみたいな確かにそんな辛いの辛いっていうか辛いの苦手なんでね僕とケヤキちゃん苦手で苦手だと余計やばいそうなんだよ吉見と浅田はと秋山は辛いの平気じゃあ投げるよえ見てはいはいどうぞはいよーいどんはいはいどうぞおストライクだえい見えない方がいいんじゃないいや見えない方がボール進んでく、うんレイ早くなっちゃったのかと思ったすごい行ったもんね変わりました危ない危ないリプレイですリプレイですすごいホワイトムーンライト対
決だったらこう永遠に続く、ムーンライト対決だったらずっと永遠に続いちゃうかもしれない。ずっと真っ暗にしようか。あ、意外に見てないのかもしれないですね。見てないでしょ。いや俺もそう、俺見てないもん。俺全然気にならないもん。あ、お、ケヤキプロ確かに歌めっちゃうまい。お、これやっぱスペアボールないから厳しいんじゃないですか。さ、そうなんだよね。スペアボールはさすがに借りれないわ。無理だ、これは無理。いけるいける。いや、いけない。 技術ですから。え、技術。何、技術の見せ所。いや、自分ので取るから。はい、すいません。うまい。ナイスです。上手でしょ。藤井プロはコバ TV に入る気ありますか。いや、入れてくれ。入れ、僕が入れないです。いやいや、でもあれですよ。どういうこと、今でこそ YouTube 始めましたけど、その前なんか別に僕のチャンネルよく出てくれたから。そうなんですよ、もう出ないけど。いやいやいや、もう僕のチャンネル出ちゃもうすごい回数いくから、お前毎回出ろよっつって。いや、分かりやすいですよ、やっぱレッスンが。みんなやっぱ見たいものを分かってるんで。そうだから、ノブケンでも多分それをやってくれると思ってるんですけど、なんかまだあまりこれから発揮されてない。すごい、ナイスです。そうなんだよね、小林プロの、うん、コバ TV 出てレッスンやるの方がやりやすい。やりやすい。もう解散するかな。かわいさ早い早い。世界最速で解散なんちゃう。ノブケンやめる。ノブケンやめる。ノブケン解散、うん、解散。だってあれ俺が喋ってるだけだもん。ノブボーリングだ。そう。お、藤井プロ、次は浅田プロと夫婦で撮ろう。藤井プロの奥さんは一般の方ですか。名古屋さん。まあまあ一般ですよ。そうっすね、別に僕ら一般人だ。合併。合併。いや、ダメだよ。もう俺らは美味しいな。そりゃそうだろ。何もしてなくて。合併はできません、山ちゃんさん。それはできないんで。じゃあ二人でやろうか。やりましょう。いや、サブちゃん。サブちゃん。サブちゃん。うん、あれ、サブちゃんの方がその他の YouTube でもサブちゃんの方が登録者数多いとかってありえるんですか。いや、普通はないよ。だってメインがあるからサブちゃんが伸びるだけ引き上げられるもんね。確かにそうですね。基本サブちゃん難しいよね。まあ、サブちゃんの方がもう緩い動画上げたりとかしてる人多いですよね。プライベート的なのをサブちゃんで上げるよね、みんな。なるほどね。むずいよね。サブちゃん作ってみよう。で、ボーリング以外のふざけたことばっかやりましょうよ。俺はやんないよ。あ、じゃあスタバをひたすらなんか飲むとか。飲むとか。何、スタバを飲むのひたすら。ゆるい。ゆるいやつ。ただスタバ飲んで喋ってただけ。で、そこに藤村呼んで、そっち、うん、サブちゃんに出てもらうか。サブちゃん。藤村サブちゃん用に。サブちゃん用に。サブちゃんで3人で。何喋るの3人で。見たいですけど。やりましょう。やりますか、はい、サブちゃん。サブちゃん、プライベート見たいってなったの。プライベート見せるもんじゃないですよね。僕は見せれないっす。プリンスですからね。確かに小林プロはどんな生態してるんですかね、普段ね。おお、よし。結構お二人ともこう爽やかな感じの声とかもなんかイメージがあります。そうですね、僕はよく言われます。なんか逆にのぶとい声のプロとかっているんですか。なんかあ、いるかな。え、いるかな。あんまいない。こう低めのってこと。低めのなんかこう誰かいるかな。多分こういうチャレンジやってる人とかって、その地声、僕もそうですけど、地声だと声が届かないじゃないですか。だからワントーン上げるでしょ。だからかもしれない。なるほどね。ボーリングちょっとうるさいから、はいはい、ワントーン声、届くために。そう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 。
だからこの音に慣れてるから自分の声がでかいもんね、いつも思うけど。俺の声でかいなっていつも思うし響くって、そうよく言われる。マイクいらないですねって。あー負けた。はい、勝ちました。これで負けが決まった今。いやー残念だな。すいません、もうからし用意してもらっていいですか。フジプロ食べます。あんだけ僕に言ってたんで負けるわけないだろ。だってまだね、えまだにね、3番勝負でしょ。いやなんかこれで勝ってさ、はい、食べるの嫌だね、はい、一番これがメインだけどさ、これで勝ったのに、はい、9点とスプリットで負けて、はい、食べるって一番嫌なオチじゃない。間違いない、ね、俺はそれをさせたかったんだよ本当は。逆パターンですよ。逆パターンまさかの。すごいな、企画がいっぱい降ってきてますね。本当に男料理対決とか、ベンチボーイ男料理、もう危ない。多分ね、何もできないと思うんですよ。ん？生活何もできないでしょ。料理できないでしょ絶対。あー、できない。衣食住関係の、いや、そう、何も多分できないんですよ。いや そんなことない。それは多少変わった。いや昔は何もできなかった。洗濯機の使い方分かんないから。あ、自分で言うぐらいなら大したことないですよ多分。ナイスです。そうだね、何も、まあ、基本的には僕はできないです。サブチャンタイトル鉄人の部屋ですかねこれ。あ、なるほどね、合体でね。普通の人の名前だよね。確かにいそうな感じ。いそうでやろう。確かにさ、お互いがメインやっててサブチャンで違う人ってないよね。いないよね。そうですね、それはいないよね、違う人同士が。でも結局さ、回数いかないからさ、ちょっともうレッスンやろうよとかさ、結局ボーリングの話になるじゃん。ボーリング やろうよみたいな。本当の本になっちゃう。おお、ちょっと今もう次の9点に向けてイメージを、気合入ってる。いや、もうたこ焼き食べたいっす、食べたいっす、僕が食べてるの見たいっす。男料理対決。いや、それはさ、料理ね、何も作れないでしょ。じゃあ作れない。目玉焼きとかも作れなそうじゃん。作れない。包丁持てない。包丁基本的には何もできない。いや、ノブできるのそもそも。おねえ、できるの。え、料理できるの。できます僕は。あ、そう。だって僕あのお米すらも毎回炊飯器使わないですもん。どういうこと、どういうこと。鍋ですか。そうですそうです。あっちの方が美味しい。すごい。僕はあの炊飯器の使い方がわからないです。ひでえ。メモリー見ればで大体大丈夫ですよ。見たことないんで、触れたことない。こういう カラオケ対決とかさ、うまかったらこれ、ね、ダムさん多分ね、ダムさんは93点超えたってことは多分歌が上手なわけじゃないですか。だからカラオケ対決とか、俺自分で思うけど、自分が歌うまかったらやってるもん、もうすでに。点数どれぐらい出るんですか。多分80点台じゃない、70ってことはないと思うけど。あ、じゃあカラオケ対決だと多分勝つわ。いや、てか別に俺ノブの歌聞いたことある、覚えてるよ俺昔から覚えてる。え、どこで歌ったんですか俺。昔だよ、俺は覚えてる。誰と言ったとは言わない、聞かない、言わないけど、言わないけど。え、昔、いつ昔って。いや、すげえ前だよ、ロバースさんとかで言ったじゃん。あー、まあいいや、そんな話は。ほらさ、そういや、歌うまかったらインスタとかに歌は自分で上げてる俺、もしすげえ自分がうまいって分かってたら。え、なんかたまにこう企業の打ち上げとかでプロボウラー歌ってくださいみたいなあるんですよね。そうなんですね。あの愛嬌の、あ、そう、愛嬌の、ああ、はいはいはい。あ、それこそなんかリナプロもめっちゃうまかったって、あのユイプロが言ってて、あ、うまい、うまいと思う。90点は切らないから。すごいよね。すごい、
すごい。ケヤキちゃんはさ、なんかさ、歌うまいけどさ、多分点数を出すとちょっと違うよね。そう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 。うまいけど、多分。この間点数、ケヤキちゃん92点でトップだった。すげえ。すごい。ただ、あの、本物の人が歌っても100点は取れないですよね。うんうん、なんか、あー。これ9点対決。たこ焼き決定。いやいやいや、違うから、違う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 。自分で3番勝負って言ってたじゃん。いやいや、で3番ってこの3番だと思った。1ゲーム目負けて、2ゲーム目、3ゲーム目勝ったから全部都合のいいことにしか言わないよく口が回るなあ、あまり。ちょっとルビコン投げます。はい。いや、あれじゃ無理だよ。これ何点対決だったら一勝ですね。勝ちました。はい、ではちょっと次ゲームにしたいと思います。気づいた、3番勝負だからまだやることあるんだね。そう、マッチングじゃないよね。急がない。やばい、喋りすぎてんの。喋りすぎたね。あ、まあ、パンパン行かないとダメなんだ。やばいやばい。大丈夫。じゃあちょっとたこ焼きが到着するのを待ってということで、先にチェキ取りますか、ね。そうですね。はい。チェキ。チェキ。チェキ。あの、今日3シフト出ると出てくれるでしょうね。チェキを。あのサイン入りでプレゼントなの で、よかったらマスクを。マスクしますよね。はい。マスク外していただいて。この時だけ外します。俺もチェキ買ったんだ、この前。あ、そうなんです。いいですよ。いい。あ、不発だ。これはやばいな。電池が。あ、電池を。大丈夫です。こういうの寂しいね。カチってやったつもりでさ、できてなくて。ずっと2人で。そもそもでも、俺の場合もチェキやったことないから、その恥ずかしいっていう頭にまでいかない。なるほどね。かんなすぎ。それよりも、あの、なんで片目隠してたんだろうっていうの方が気になって見てたの。見えるよね。あ、なるほどね。なんで そっちばっか気になって見てた今。あれ、はい、行きましょう。行きましょう。 OK。オッケー。はい、もう一回。はあ、なるほどね。あ、ああ、あれ振っちゃいけないんだよね。へえ。そう。はい。おじさん二人で。いや、俺おじさんじゃないし。あ、じゃあ哲くんがおじさんじゃないなら俺もまだ平気だ。俺の方が若く見られてるから。いやいや。さあ、ということで9点をやらなきゃいけない。はい。その前にサインをする。もう9点や、12時半までだもんね。やろう。やばいやばい。ちょっとちょっと、じゃあ行きますよ。大丈夫だよ。あ、投げちゃった。どっち。え、これちなみに、うん、万が一僕ここで負けたら勝負決まるわけじゃないですか。決まるけどやる。あ、やるのね。それはやっぱり。じゃあどちらにしても勝たないとダメだ。まあちょっと展開的にはね、面白くない。そうですね。あ、バッチリ。うまく映ってる。はい。この前なんか使ったらうまくいかなかったんだよね。ボケた。来るときにちょっとずれる。そうそうそう。まずは見てなかった。よっしゃー。さあ、あ、すげえチェキってなんかいい雰囲気出てる。いや、いいんだよ。これよくアイドルと撮るやつじゃね。そうっすよね。いけー。よーし、合格です。しゃあ。はあ、ここ大事だからね。そうなんですよ。ここが大事で、ここでタップしたら多分勝つよ。
もう早くからしの食べさせたい。めっちゃ真剣に投げてる。あーよし、あーおーすごい右から。やっぱね気合が違うから。いや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 いいですね。すごい綺麗に映ってる。俺なんだろう、この前すごいボケたんだよね。コバ TV カップの時に使って買ったやったんだけどさ、まあなんか5回ぐらいやってうまくいったんだけど、5枚ぐらい無駄にした。そう、ノイユイがボケまくってた。ああもったいない。はい、メジプロ早く投げて。はい。あーこれはさ、おお、すごい。これはでかいよ。あー今のでかい。4個目リーチですね。やば。え、これ引き分けだったらどうすんの？これで1対1ってことになるんだけど。そうだね、まあ、引き上げだったらスコアだよ。スコアって何？いやいや3ゲームのスコアだよ。だもうそこはもうアドバンテージ一番あるから、アドバンテージあるから。何言ってんだよ。これ痛いな、これ9本にしてくんないかな。俺でもあと2回来る気しないんだよな。1回は来るんだけどさ。はあ。よっしゃー、よしよしよし、9本。いやでもね、いやでもね、多分ね2発持ってくる自信ないんだよ。いや俺1回は来ると思ったんだよね。だから49点でドーピングかなと思ってた。あもう1回は来ると思うんだけど、2回目が来ないよこれ。今まで4つ来てないから、その3ゲームの中でも多分ね自信ないんですよ。しゃしゃ、あこれは厚めいっちゃうんじゃない。あ、薄めだった。はい、僕の勝ち。でもこれ最後またスプリットメイクをするってことですかね。そうですね。そうそう、じゃあスプリットメイクで勝った方が勝ちみたいな感じですかね。負けたよ、はいはい、負けたくそ。結局スプリット対決になる。そうですね。じゃあ1対1ということで。はい、1対1ですね。いいですかね、今1対1。はい。くそー、負けたよ。あれれーって。はーい、はい、ちょっとスコア直します。あーいやー、痺れるな。 3ゲーム頑張った回が一瞬で、このたった5、6分で。これさ、まだ投げてるじゃん。前回僕らが、あの僕がスペシャルやった時って、あのあゆみとりゅういちと4人で小林ファミリーやったね。これスコアの後次けん玉だからね。けん玉で全て決まったから。けん玉何だったんだろう。ほら哲也、ほら罰ゲーム決定だって。いやなんでなんで。まだまだまだけん玉だよ結局最後。何のために3ゲーム頑張ったのか分かんなかった。誰がうまいのけん玉が。いやうまくない、急に。なんだよそれ。いやだからでもあれやっぱ練習だよね。だんだんみんなうまくな、みんなうまくなってさ、サーシフトとかさやってると。ほら藤井プロの得意な5番7番が。いやいやいや得意じゃねえよ。いや最初左利きと右利きだからどうしますかって連絡来て、だから5750だったら公平ですねって話をして。あ面白いですね。うん、さあ多分ね、みんな結局哲くんがからし食べてるの見たことないんでしょみんな。いやある。あんの？その前回全部食べた俺。え誰に負けたんですか。いやだからその対決だから、1回確か1回戦がよしみと僕がチームで、2回戦が龍一とチームで、3回戦があゆみとチームで、多分全部負けた記憶ある。あれからしの量で調節できるんですか。ちょっと本当モリモリでお願いしますよ。やってた、モリモリでやってたよ。もうモリモリ、もうからしだけでもいい。結構16番でやるの。14だよね、15、14だよ。 あなるほど、奈良さんありがとうございます。まだ僕らこれから大事な試合があるんで、ちょっと待ってください。負けられない戦いがある。まだ見逃さないでください。ここが大事です。藤井哲也になってるもん。藤井哲也藤井哲也もいるね。うん、小林信人はいなそうだな、あんまり。藤井哲也はいそうだよね。藤井フミヤ的な感じの。フミヤ的な感じで、藤井フミヤ的な感じで。
と念のため3あと3分で締め切りです。そうですね、はい、そうなんですよ。僕なんか結局そういう食べるオチなんだよ。まあそうですね。だからあのノブケンでやってたのが、ね、やらなかったことが奇跡。今日は上位12名の方が リズムをゲットということになります。おめでとうございます。12名プレゼント。イエイ。いやだ恥ずかしいねこれ。あ、そうしましょう。あ、両方5番7番やるんですか。はい、あ、5番7番と5番10番50で変更。はい、じゃあサインさせていただきます。どこにしようかな。G プロここで、はい、僕ここで。あ、これはい、ちょっと薄いかも、ペンが薄いかもしれない。はい、はい、5番7番と5番10番です。じゃーん、超レアリズムです。まずこの取り慣れてない感がある藤井プロ。いやだってそもそも若い時でさえそんなプリクラ取る機会長いですからね。まあ、間違いない。え、ドクター、これチェキもサインしますか。あ、出るのは出る。あれ、こっちのレーン5番10番にしちゃうのかな。はい、あっち。いや、いい、そんなんいい。なんで、いやいや、アドバンテージよ。1回戦勝ってたから。これが大事なところです。きたね。俺がもう左寄れないの分かってるでしょ。で、あれの方取れるよ。そう、え、だって俺どっち投げんの。いや、両方、これ両方投げるんだよ。だから片方交換、要は、そうなんですか。そうよ。で、そう、両方やる。だからもう一回やってもらう。あ、これを5番10番と5番7番を取り合って、それぞれ1回ずつやってもらうってことですね。で、それで決着がつかなかったら7番、8番、9番、10番ピンを立て直すという、はい、荒技に出ます。はい、ちょっとこれからはエキシビジョンマッチ的な感じで。そうです。皆さん少々お待ちください。すいません。じゃあ立て直すときに表彰もお名前読み上げれたらなと思いますですね。とてもいい感じに。はい、職場に小林哲也さんいます。いや、小林哲也さんめちゃめちゃいっぱいいる。あのね、めちゃめちゃ多い。小林哲也いるんだ。多い。せやかさ、一個あ、そっか、活動も何もないんですけど、ね、寂しいですね、これね。じゃあ行きますか。行きますか。まずちょっとお互いが得意な方行こうよ。じゃあこっちが藤井プロは、やっぱこっちは取りやすいんで、ちょっとカバーボールで行きます。どうぞ。お、カバーボールで。じゃあまず藤井プロが、5番7番を取ります。はい、じゃあ僕ちょ大丈夫これで映る。これレーン一緒ですよね、もともと一緒でしょ。一緒。じゃあ行、はい、きますね。お願いします。早く投げろよ。これさ、むずいよね。そんな考えんの。負けたくない。ガチガチ。あ、これはダメだ。すごい。うわ、やっぱレベルが違うからね。いやいやいや。じゃあ取ります。ぜひ取ってください。これ取れなきゃ俺ほぼ勝ちじゃね。おでは、もう一回同じように立てていただいて、逆で難しい、逆で投げてもらう。これが難しいよ。絶対取れないと思ったのに。そう、こんなにプレッシャーに強かったんですか。おうおうおう、取れるよ。マジで。次が難しいよ。確かに次が5番、やっぱ逆は取れない。普段やらないんで。ね、レーンどうだった。早かった。そもそもさ、
分からない中でさ、そうよく取ったスペアボールだもんね。よく取れたなと思う。いや5番10番なんか取ったことあるのかなっていうぐらいじゃないですか。ちょっとこの間にですね、はい、1位から3位の方の表彰を、はい、お願いします。すいません、こんななんかしながらで、ね、ドタバタなんですが。そうですね、行きましょう。はい、じゃあいいですか。はい、お願いします。はい、それでは第1シフト、優勝は、はい、714点カオル選手、おめでとうございます。すごいな。第2位、はい、708点、本マグロ、これなんて読むの。ゴーさん、ゴーさん、ゴーね、これゴーね。あ、なるほどね。そうね、ゴーくん、ゴーくん、おめでとうございます。そして第3位は698点日野選手、おめでとうございます。ということで上位3名が決まりました。そして勝利者賞の方は哲也プロに勝った方なので、7名ですね、選ばれし7名、皆さんおめでとうございます。ひろくんさん、本マグロなるみさん、渋谷さん、ノアちゃん、おめでとうございます。おめでとうございます。本マグロさんはみんなこう仲間なんですか。そう、仲間、仲間、あ、宇都宮の人たち。そう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 、はい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 、はい、です。いやあ、まっどうしますか。抽選もやっちゃいますか。やっちゃいましょう。はい、もう結構時間やばいんだ。時間が迫ってるので、このシフトはスティールスポーツの方 の、はい、のウェアですね。はい、で1の位から、はいはい、ウェアのサイズ当たった人教えてください。あのスタンプで大丈夫。これ下一桁、下一桁、ダン3、3位、13位、23位、33位までかな。はい、33位までです。さあ、そっか、あ、なるほどね。引いて、あ、もう決まってんの俺これって。せーの、じゃん、2。23位は佐藤聖子さん。あー、聖子さん、この前はありがとうございました。おめでとうございます。聖子さん、サイズを教えてください。ここで言ってくれたらいいの。ここに。あー、夏海ちゃん惜しかった。惜しかったですね。さあ、ということで、ここでサイズを僕が書いて。先生、よかったらチャットの方でサイズをお願いします。サイズ、ウェア、クソー、クソー、佐藤聖光さん、はい、本日は秋田、多分秋田で出てる。秋田から、ずっとこの先週、先週、今週か、ずっと秋田、盛岡、青森全部来てくれた。え、すごいですね。いつも来てくれるんですよ。すごい移動距離ですね。え、移動距離、一緒に移動してた。車でですかね。じゃあまたサイズ教えてください、デコさん。はい、お、さあ、ということで、はい、お願いします。これさ、一緒になっちゃったら大変ですけど、本当に難しいよね。どうぞ。じゃあ行きます。お願いします。いやー、これそう考えられないもんね。これ先行の方がいいよね、考えたら。うまい。おし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 、よしよし、あとは徹夜プロ次第です。勝ってやるよ、勝つよ。マジで、これだって1本も当たってないから。じゃあ7番、違う、え、1本も当たってないから、違う、これで7番、8番、9番、10番を立てて。すごい、強引じゃん。強引じゃないよ、そういうルールだよ。倒した数らしいです。違う、7、あの、違う違うんだよ。倒した数ですよね。ルールが違うよ。倒した数だって。時間的にもちょっと時間がないのね。そうだ、倒した数だから。先に言って、先に。いやいやいや、違う、7番、8番、9番、10番を倒した方がって最後言ったの。でもほら、もう真顔で倒した方がっつって。そっち伝わってなかった。伝わってなかった、本当に。今7番、8番、9番、10番を取るつもりで、もしここまで、うん、もう1本ずつ、ね、一緒だったら7番、8番、9番、10番があったみたいで、ルールを分かってなかった。いや、いいんですよ、もう。では、まあ、いいや、結局、辛いのが苦手な哲也プロ。いや、違う本当に辛いのかな。どうでしょう、ちょっと冷えてそうですが。やばこれ、やばい、やばいですか。おぼう。
ま、飲み込めます？水なんかダメだ。水の方がやばそうですけどね。ちょ俺にちょうだいよ。ダメだ。水なんかダメ。ダメダメダメ。水とかそういうのダメだから。そんな余ったれたの。だって水ダメ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 。ほらよ。マジマジそんな辛いんですか？結構ミルクが欲しかった。飲む人プロも水を。水だけめっちゃ辛いめっちゃ辛いやばこれやばい。この前のやつより辛い。この前より辛いですか？府中本町がちょっとレベル高いのかもしれないですね。レベル高いね。で次はもうちょっと多めでお願いします。まあでもなんか納得いかないわこれは。納得いかない。ほぼ勝ったようなもんだもん。まあいいよ、小林プロも勝ちでいいですよ。ああ、勝ち勝ち、はい、辛かった。すいません、やばい、めっちゃ辛い。味見したい。味見したい。今度から2個持ってきてください。いやいやいや、勝てばいいだけだから。次が2個勝てばいいだけ。いやいやいや、味見しよう。味見しよう。マジでしません。味見して欲しかった。やばい。ということで、はい、皆様お疲れ様でした。では、1位の方からマッチング最後する。あ、すみません、次回予告ですね。明日、明日の、モッチーじゃん。はい、はい、モッチーのです、出てください。告知してよ、辛いんだよ、俺、口が喋れないんだよ、はい、モッチーのミッションチャレンジ。はい、明日も朝早いですね、10時半から3シフトございますので。明日そこどこでやるんですか？明日は南砂から投球されるということで、3、6、9、10フレームの時にミッションくじを引いて、それを挑戦 していただいて、達成したらリズム皆さんゲットできるという感じのものでございます。なるほどね。結構景品も豪華なので、ぜひお願いします。ぜひ出てください。ありがとうございます。辛い。もち171センチもあるんだ。俺よりちょっと大きい。だいぶ大きいわ。俺よりちょっと大きい。いや、では、1位のカオルさん、はい、お待たせしました。いらっしゃいますでしょうか？カオルさん、ちょっとさ、マジで口が痛い。からしなんですか？で俺からしが多分苦手なんだよね、余計。じゃあわさび入れてもらいましょうよ。いや、わさびもっとやだし。あ、来たかな俺ね、わさび。カオルさん、まあ、しゃべって。2位からしゃべる俺。はい、それオンオン、うん、オンにして、オン。そしたらもうこっち使えなくなるから。ああやば、いるまだ。こんにちは、小林プロ。もう喋れないみたいなんで僕が代わりにお話しさせていただきます。あ、イルマなんですね。僕結構行きますよ、練習しに。あ、そうなんです。はい、今度行ったらよろしくお願いします。あ、そうっすよね、たまに行くんですよ俺。イルマ？はい。あ、俺聞こえないんだよ、俺の声。あ、そっか。うん、これだけで。ありがとうございます。イルマは結構練早めですか？遅いです。遅い遅い。遅いんだ。遅い。あー、なんかちょっとピンアクションが出づらいイメージがあります。あ、AMF 難しいですよね。難しい、解かないなかなか。何か質問があれば何でも聞いてください。次も参加してください。逆に珍しいな、お前、そのパターン、はい、ないのであれば次のシフトも必ず参加してもらいたいんですけど。大丈夫ですか？お、いいんですね。優勝ですからね。はい、優勝ですからお願いします。すごい、お願いします。はい、まだ辛いのが残ってるんですかね。うん、カオルさん優勝おめでとうございます。めちゃめちゃ辛いですよ。ありがとうございました、今日も参加いただいて。本当にカオルさんもちょっと安定してましたね、点数めちゃめちゃいい感じで。まあ、最後ちょっと落ち込みましたけど。いや、でも逃げ切りですね、これで。ナイスゲームでした。ありがとうございます。ぜひ次は藤井プロに食べさせたいんで、お時間あったらご参加よろしくお願いします。ありがとうございます。またまたいろいろ企画考えたいと思いますので、ぜひその時はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。すごいな、これすごかったですね。はい、ゴーくん、やばい、ちょっと口が痛いな。次はい、ゴーくん、お疲れ様。お疲れ様です。ナイスゲーム、最後大きかったね、最後の 2-4 がナイスゲームでした。あ
ありがとうございます。あー辛いわ次も辛いの食べてください。ダメだよダメだよ、ね、ちょっと納得いかないわ。ありがとうね、なずみちゃん。いつもシャミーもみんなありがとう。え、次も出てくれるね。次3人出ます。ありがとう、お願いします。じゃあちょっと休憩してもらって、僕も万全で頑張りたいと思いますので、引き続き次も勝たせてもらいますんで。よし、まあそもそもでも勝利者賞は僕のスコアだからね、考えたらね。藤井プロちょっと頼りなかったから、ちょっと頑張ります僕が頑張ってください。はい、またじゃあ引き続きお願いします。ありがとうございます。はい、では駆け足になりますが、日野さん。どこ店舗？日野さんは札幌すすきの。え、これあのあれ左利きの子じゃない？わかる。そう。いつも打つ日野くん。日野くん。こんにちは。お疲れ様です。245、235、218と安定してて。はい。どうですか、小林プロに勝った感想は。まあ、今日ちょっともうちょっと伸ばせたかなと思うんで。これ何なのこれ。あれなんですけど。セッからこうやってやってる。ああ、なるほどね。そろそろ顔出てくる。髪の毛です。髪の毛。おーおーおーおおお。これひえ、日野くんはこの方じゃないでしょ。違う違う、今喋ってるじゃん。はい、日野くん。喋ってる方です。そうですよね。はい。いや、あので日野くんってさ、あれじゃない、あの俺知り合いだよね。そうですね、知り合い。あの ABC とかで、ね、あのユースだったんじゃないかな。そうだよね、はい、ああ、久しぶり、ありがとうね。はい軽い久しぶりです。次も出てくれるでしょ。はい、全部出ます。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと3シフト目はちょっとあの早く帰らないといけないんで、うん、投げて帰る。あの投げ終わったらわかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ次も小林プロがたこ焼き食べるからそれ見ててね。はい。この人メンタルすげえな。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとう。すごいね。あ、はい、ちょっと持ってきて。シャミーのシャミー何シャミーって。シャミーの宣伝、今日のあれですか、オリジナルシャミー。あー、はい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 。え、これはもう初出しですか。初出し、これあの3シフト目の抽選賞なんですけど、いい 色がちょっと違います。これはシフト限定のやつなんですけど、あの本当のやつ、あのちょうど今出てますね、写真が。はい、こちらを今明日までで販売限定でしてます。ぜひ QR コード読み込んでもらって。すげえ。お願いします。お願いします。ぜひぜひお願いします。これは3シフト目の抽選賞で、この色はこれしかないんで限定です。いや、出ないとですね。はい、だからぜひね、こちら3シフト目も出てもらってご参加いただければと思いますし、もし間に合わない方はよかったら明日までなんで、こちらのシャミー買っていただけたらと思います。お願いします。ありがとうございます。あ、買いました。 ありがとうございます。渋谷さん、渋谷さん、ありがとうございます。2個目もぜひゲットできて。ぜひゲットできて。お願いします。あ、お値段はってくれます。3500円です。 お願いします。大事に使ってください。送料無料です。 おー、いいですね。はい、送料無料です、今回は。はい、ぜひお願いします。お願いします。では、少ない時間になってしまいましたが、あのお二人から一言ずつメッセージいただいてもよろしいでしょうか。はい、ちょっとあの喋りすぎてお時間なかなか取れませんでしたが、まあ、無事予定通り勝つことができて一安心です。全然予定通りあの次罰ゲームもっともっとからしもりもりにして小林プロに食べさせようと思うんで、時間ある方次も楽しみにしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆様ありがとうございました。なんかちょっと納得いかない結果だったんで、まあ第2第3はね、また引き続き頑張りたいと思いますけど、皆さんもちょっとこれからご飯食べていただいて、お時間あったらぜひ引き続きご参加いただければと思います。それでは皆さん、また次回も会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは第1シフト、これにて終了とさせていただきます。お疲れ様でした。バイバーイ。